どうも、通団です。パマです。本殿ベンチ。はじめよー。さあ、今日はですね、あの頃の男性、やってもらおう。自分たちが中学時代にですね、文化祭の劇で、パイレーツ・オブ・カリビアンの劇をやったんですよ。やったね。やったよね。懐かしい。僕がバルボッサ役、まあ、パイレーツ知らない人はあれだけど、僕がちょっとね、悪者役、バルボッサの役をやって、ボスだよね。ボス、悪者のボス。そう。で、その子分があなただったんだね。海賊のね。海賊の。子分をすごく強調した。俺の子分を。宴のシーンがあって、僕がなんか島に帰ってきて、宴をするぞっていうシーンがあって、うん、その時に、ダンスを踊るっていうシーンがあったんだよね、うん、海賊たちがダンスをするっていう、ね、そのダンスを、まあ、3年前にタイムカプセルを開けるっていう中学でやったんだけど、その時にその10年前のやつを踊ってもらったの。そう、あの時のダンスを再現してみようって体育館でみんなの前で4人でね、その時のメンバーで同じ振り付けを踊ったっていうのがありますね。文化祭ですかね。海賊の劇の中で海賊団が踊るというそのワンシーンをやってみよう、やっちゃおうじゃないかということで、それが3年前かで踊ってもらったので、うん、その3年前のやつをまた今日踊ってもらおう。再現を再現、ね、再現を再現してもらうということで、踊るんですね。踊ってもらって練習してどのぐらいできるのかというのを頑張ります。はい、やっていきましょう。本日もどうぞ。ちょっと見てみます。はい。あんまりちゃんと覚えてねえぞ。はいはいはい、なるほど、なるほどね。なるほど。あ、まあでもこれはいけちゃうんじゃないか。まあ、結構まあ短めのちょっとソロかもしれないけど、そう思ったより短かった。まあなんなら他のところとかもねやってもらっても大丈夫ですけど。よくやる流れを使ってるので、うん、今でも問題ないかと思いますが、はい、いろいろ見て再現できるとこを練習して、ね、お願いします。披露してみよう。これは余裕だな、これいけちゃうな。いけちゃうよ。ゆあさん、ゆあさん。はい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 。なるほどなるほど。ソロを最優先した俺が。一人で喋って。もうできた？できないね。早い早い早い。まあでもこれはまあ。はいはい、もうそれはできますよ。でこう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 で最後のさ、あのこれのさ、この流れあるじゃん。ああ、ね、よく見るでしょ。あれ最後多分普段は最後ハローに行くんですよ。あ、なるほど。逆立ちの技。そうだよね。多分ちょっと無理だってなって、はい、エルボーに、あー、そうだね、安定のエルボーにしてる。伝わんねえか何言ってっか。さあということで来ました。どうですか。まあいけるでしょ。一発で決めてやるぜ。ファーストテイクだぜ。当時の私のじゃあセリフをね、懐かしいね、はい、入れたいと思います。次の島が見えてきたぞ。言ってた。で俺らが暴れまくるぜ。もう犬ひろしや。じゃあお願いします。はい、
イエーイ、成功。いやいや、いいでしょう、めちゃくちゃ。いや、よかったですよ、懐かしかったし、かっこよかったですよ。ありがとうございます。いや、どうでしたか。いや、まあまあまあ、これぐらいの難易度は、難易度は余裕ですよ。待ってますよ、第2弾、第3弾。なるほどな、楽しみにしてください。はい、たまに踊ります、はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。いやいやいや